れ様でした。いただきます。あー、うん、うまっ。おいしそう。よし、お買い物行きたいな、明日車で。どこに？声優。これ買い物行かないと。お茶漬けなんで明日の夜ご飯。おにぎりでもいいよ。おにぎり？なんで？おにぎり好きだから。うまっ。うち編集するようになって、そのケイタのがすごい気になるようになってる。タバコ吸いすぎちゃう？それ関係ないよ。いや、多分喉おかしくなってんねんで、タバコ吸いすぎて。そんな吸ってないよ、吸いすぎて。いや、でもっていうのすごいね、気になる。大丈夫かなって思うよ。うん、病気かなって思う。なわけない。喉の病気。あ
これ？あ、今言った？今は全然わからんかった。痰だね。痰がこう絡むというか。そう、タバコってことやん。そういうこと？うん。タバコ吸いすぎってことやろ？うん。タバコやめたら？ま。うちもやめてんから。やめたらストレスが爆発する。いや、意外と大丈夫やで。妊娠したと思ってやめや。おかしいやん。おかしくないよ。やっぱご飯がうまいわ。うん。最高。象印最高。これどうしよっか。使い物にならんくなった炊飯器。せかすと持っていく、マジで。持っていこう。買ったけどやっぱいらないんで、買い取ってくださいって感じ。でも全然売れへんやろうな。うん。でも粗大ゴミで出すよりは。うん。いいよね。全然いい。うん。おかわり？もうちょっとだけ。うん。いい感じ。うん、うまっ。うん、よかった。あ、最近さ、ご飯あんまおかわりしてなかったやん、ずっと。うん。で、あんま食欲なくなったとか言ってたやん。ご飯美味しくなかったからか。うん。そうやな。だって、炊飯器変えてからめっちゃおかわりしてるもんな。うん。そういうことか。べちゃべちゃってやったから、うん。食欲が。うん。嫌だったんだよね。もりもりもりおくんに戻った。うん。よかった。一回1合ぐらい食べるんじゃない？もう食べる？うん、食べてないかな。だってこのお茶碗ちっちゃいよ、結構。まあお茶碗ちっちゃいけど、これが丼だったらあれだけど。結構1合ってあるからね。3いかないぐらいまでだったら食べれるから。3合やろ。そば揚げめちゃ美味しい。大好きやね。ん？大好き。うん。熱い。熱いよな。早く夏終わんねえかな。なんで？夏好きじゃないから。夏一番大好き。なんで？いつが好きなんじゃ。冬。なんで？涼しいから。寒いやん。いや、うちは夏の服が好きかな。今はでも夏の服って言ってもさ、お腹がでっかいから何も着られへんけど。ね、冬の方が寒さもさ、服でしのげるじゃん。いや、寒かったらもうこうなるやん。寒い寒い寒いって。うん、あれが嫌や。なんか重たいやん、体が。いろいろ着込んで。夏は布一枚みたいな。汗かくじゃん。汗かくけど、それがいいのよ。汗ダックダックで、ファミマ入って、キンキンがめっちゃ涼しい気持ち。風邪ひくわ。やっぱ夏の方が、お散歩とかもなんか気持ちいいやん。でもまあ冬の、なんていうの、あの独特の哀愁漂う夕方ぐらいの散歩も好きやで。うん。あれも気持ちいいよね。だけど夏に昼間、やっぱ海行ったりとか、バーベキューしたりとか、そういうものが大好き。冬、ボードぐらいしかすることなくない？いや、クリスマスだったでしょ。クリスマス1日しかないやん。それはあれね、気持ちを作ってくんだよ。あ、クリスマスまでに？までに。やっとしてもクリスマス1日やん。で、すぐ正月だよ。あ、お正月いいね。確かに年末年始はいいな。楽しいな。冬は絶対楽しいよ。うん。でもうちはザ・アクティブ人間やから、夏がやること多くて好きやね。海、川。海と川といっぱいあるよ。バーベキューして、ビアガーデン。ビアガーデンも行ったな、去年。超汗だくなって行ったね。楽しかったよね、二人で行ってさ。夏行ったもんね。うん。ごちそうさまでした。